見覚えのある顔だ。ああ、忍びの旦那だ。いや、あの世以来ですね。え、旦那、覚えてねえんですか？へえ、なるほど、覚えてねえと。なあ旦那、あっしはあんたに会ったことがある。その頃は俗をやってやした。それから足を洗って物売りを始めたんでさ。が、銭がない。銭がないから品もない。そこで旦那、あっしにちーとばかし銭を用立てていただけやせんか。それを元手に旦那にもきっと役立つ品を仕入れやす。それからおまけにあの世のこと話して差し上げましょう。どうです？悪い話じゃねえでしょう。銭だ。旦那、ありがてえ。話してくれ。ああ、もちろんでさ。あの世、あっしらは平田の屋敷に押し入りやした。平田はご存知の通り芦名の分家。ちんけな野党なんざ普通は返り討ちです。けど先だっての戦の折だ、若い侍はほとんど出払ってたんでさ。そこを狙って押し入りやして、そんで火をつけ奪った。その最中でさ、旦那と会ったのは。旦那は何かを探してた、そんな風に見えやしたね。あっしが知ってるのはそんなもんでさ。そうか。ねえ旦那、お題さえいただけりゃ他にも知りたいことをお教えできるかもしれやせん。ぜひ情報を買ってください。情報を買おう。お買い上げありがとうございやす。ああ、なんたって旦那は忍びでさ。忍びの道具の情報を教えて差し上げやしょう。頼む。あっし、すげえ勢いで火が出る筒を見かけたことがありやす。平田屋敷の押し入りの時、あっしの仲間がぶんどったもんです。ボーボーってな調子ですげえ勢いで火を吹いてやしたよ。持っている。え、それならば持っている。おお、そいつは残念。忍びねえんでこいつをおまけで差し上げやしょう。いただいた銭を元手に品を仕入れてきやす。旦那、楽しみにしていてください。いただいた銭、旦那。旦那、待ってましたぜ。いただいた銭を元手に品を仕入れやした。さあ、買っていってください。ところで旦那、聞いてください。ああ。足はね、商いをもっと大きくしたいと考えてやす。この芦名はいつ滅びるかもわからねえ。いわば沈みかけた船だ。つまり成り上がる好機じゃねえかと思うんでさ。そこで一つ頼みがありやす。なんだ。芦名の侍どもが今欲しがっているものは何か探ってきちゃくれやせんか。そいつが分かれば
アシナの侍どもと取引ができやす。旦那は忍びだ。敵方から情報を仕入れるいい耳をお持ちのはず。ぜひお願いしやす。よう旦那。侍たちが欲しがっているもの、分かったぞ。本当ですかい旦那。ああ、塩が足りぬようだ。なるほど、塩か。食うのはもちろん、死人の清めや怪我にも使う。戦場で死体が腐れば流行り病も道理ってわけだ。みんな塩がなくて困り果ててる。そいつは儲け時ですね。なーに、塩があれば助かるものが多い。多少高く売っても町は当たらぬでしょう。そうと決まれば塩を工面せねば。旦那、ありがとうございます。じゃあな旦那、塩がうまく売れたら新しい品を仕入れやす。その時はぜひごひいきに。旦那旦那、聞いてください。塩が高く売れたんでさ。おかげでまあ銭もたんまり、仕入れもがっつり。さあさあ、新しい品もありやす。買っていってください。旦那、聞いてください。商いの話か。さすが旦那、察しがいいですね。どうも最近気なくせ、戦の匂いがしやす。この木に乗じりゃまた一儲けできそうだ。そこで旦那にお願いしたいことがありやす。何だ。戦場あさりのための人手、それが欲しいんでさ。戦場にはまだ死体がゴロゴロと転がってやす。ありゃ宝の山だ。あされば槍も太刀も鎧兜も手に入れ放題でさ。戦自宅となりゃ武具が飛ぶように売れやしょう。どういった人手が欲しい。そうですね、戦場あさりは汚れ仕事で力仕事、でかくて力のあるやつを一つお願いしやす。皆に置いていかれてしもうた。真っ白いお花は飛んでいっちまった。どこにあるんじゃろう。アシナの城近くにいる穴山という物売りが手伝いを探している。手を貸してみてはどうだ。皆のことは気になるけども、このまま一人ぼっちも寂しいしな。よし、わかった。ほら、行ってみるぞ。それがいい。やっぱりあんたいい人だ。物売りの穴山さんだな。よし、わかった。オラ行ってみるぞ。おお、忍びさん、本に穴山さんはいいお人だな。戦で死んだ人たちを弔うためにオラを呼んだそうじゃ。鎧兜を取って差し上げて、体を清めてお墓を作る。このご時世でなかなかできることじゃない。本に戦で死鎧この旦那、あんたの目利きは最高だ。
いいやつを連れてきてくだすった。力持ちな上死体を漁るのもいとわねえ。おかげでまあ武具がたんまり儲けもがっつりでさ。もちろん新しい品も仕入れやしたぜ。見ていってくだせ。旦那のおかげで足の商いは上り流。アシナ一の商い人になる日もそう遠くないかもしれやせん。旦那ももし困ったらうちで雇って差し上げやしょう。断る。釣れないお人だ。まあいいや旦那、また来てください。